電気通信大学学長の田野ですオープンキャンパス開催にあたりご挨拶させてください皆さんはソサエティー5.0未来社会という言葉をご存知でしょうか人類が400万年前に誕生し最初の社会が資料社会というふうに言われていますその次に2番目の農耕社会産業革命が起き第三番目の産業社会 で情報技術が生まれて私たちは第四番目の情報化社会にいます次の五番目がソサエティー5未来社会と呼ばれていますこれからのソサエティー5未来社会は大きくあります本学ではこのソサエティー5.0をイノベーションを生む機能を内包する持続的自立進化多様な幸せと最大化社会と定義しています少し難しいへと言葉が並んでいます つまり全ての社会を構成する全ての要素がネットワークでつながって相互にコミュニケーションしてそれ自身が進化していくというような社会ですこれは本学が長年標榜してきた高度コミュニケーション社会がついにえっとその時代を迎えたということが言えると思います政府はソサエティーを実現するために必要とされる技術として情報技術、AI、IoT、ロボット、ネットワーク技術に加えて 光量子素材などバイオ技術を挙げています本学ではこのすべての技術分野をカバーしていますこの分野で250の研究を有しており日本で大きな拠点になっていますまたこの分野でも全国7番目の大きさの研究家を有しておりますつまり教育の面でも大きな拠点になっています 本学では未来をを創造すす。るる教育とと研究の一大拠点となるべく挑戦を続けていますこの実現のため本学では多様性ダイバーシティ相互理解コミュニケーションイノベーションの3つの言葉で表せる DC&I 戦略を推進しています総合大学では実現の難しい個性化を大切に考え場所性別年齢立場規模にとらわれず多様な個人 多様な組織、多様な知識との連携拡大と進化、深い相互理解と触発促進を実行しています。全国各地、女性、留学生、社会人など、多様な国を個性を持つ学生に集まっていただきたいと考えております。本来であれば、7月19日には大学に来ていただいて、キャンパスの雰囲気を感じていただいたり、約250の研究室を見学して、 電通代に自分のやりたいことがあるかを調べたりまた具体的には決めてない人にはやりたいことを探していただきたかったところですけれども新型コロナウイルス感染症防止拡大防止のためやむを得ずウェブサイト上でのオープンキャンパスといたしましまオープンンキャンパスの特設サイトでは大学や類入試の動画説明動画をはじめとして研究室や教育プログラムの紹介個別相談など 通常のオープンキャンパスに近い内容としていますので、ぜひご覧ください。多様な個性を持った皆様が本学に集まり、未来社会を一緒に考え、想像していただく日が来ることを期待しています。ぜひ、電通大を目指して頑張ってください。